試合はこれから第9ラウンドに入ります。ちょっと1万3000人を超えている場内のお客さんですが、なんとなくこう重苦しい雰囲気になっています。第9ラウンドです。前に出ますイ・キョンヨン。平井さん、本当にあの接近してからでもなんとなくあの嫌なパンチもらってますね、ちゃんとね。そうですよね、数が多いんですよね、はい、数が多いと。さあ、これで一本ね。また左、チャンピオンの左が足りました。試合は第9ラウンドです。左が当たった。あ、今の左はね、はい、いいパンチ当たりましたよ。そして接近して右を突き上げました、チャンピオン。ジョーノさん、はい、挑戦者コーナーですけども、ね、はい、もう先ほどの回あったから大変な興奮ぶりでしてね、で、今の状態でいけと、はい、で接近戦でとにかく手数多く出していけというのは指示なんですけれどもね、問題のスタミナなんですが、はい、序盤戦はちょっと心配だというふうなことも出てたんですけどもね、今はもう大丈夫だと思うと、はい、非常にあの自信を深めてますね、はい、挑戦者コーナーは森本アナウンサーです。そのセコンドの指示通り動いているイ・キョンヨン。オリガー顔面、ダリダリを2発3発打ちました。井岡博第9ラウンドです。まだ白井さんペースとしてはなんとなく挑戦者の感じですね。なんとなくね、そうなってますね、まあ、とにかく再三いいけどね、もうきついて打つことはもう損ですからね、はい、挑戦者の右目尻ちょっと血が滲んでいます。左から右、これはスリップです。この方がキム・チョロ、元ジュニアバンタム級のチャンピオンです。これワンツー行きたいですね、はい、もうちょっと一呼吸したときにね、打ったら当たるんですよね、はい、あ、第9ラウンド終了です。さあ、世界タイトルマッチ12回戦、これから10ラウンド、残り3ラウンドとなりました。10、11、12、チャンピオンの井岡博樹に対しまして挑戦者のイ・キョンヨン、10ラウンドに入ります。イ・キョンヨンはこれまで8ラウンド以上は戦ったことがありません。去年は2試合しかやっておりません。去年6月以来の試合ということになります。イ・キョンヨン、一方井岡は去年の10月18日タイのマイ・トンブリプラムを破りましてストロー級の初代チャンピオンになりました。具志堅さん、この辺でチャンピオンからするとなんかいいきっかけが欲しいですね。そうですね、はい、やっぱり当てるっていうことね、左右の連打、チャンピオン、やっぱりグローブ拳をですね、やっぱ相手に当てるってことですね、はい、ただパンチがやっぱり大きいですからね、逆に相手は細かいですからね、パンチが小さいですしね、はい、ちょっと右を突き上げました、チャンピオンです。ジョーノさん、はい、チャンピオンコーナーです、はい、
須田会長先ほどからかなり大きな声で出してましてね、声の方も枯れてきたんですが、はい、あの指示としましてはとにかく守りが入るなと、残り3ラウンド目いっぱいいけと、そういう指示です、はい、そうですね、具志堅さんもう守りに入っちゃったらダメですよね。ダメです。とにかく攻撃が最大の防御ですからね。チャンピオンが防衛する、今回やっぱ初防衛するならこれ残り3つ欲しいですね、マウスピースが落ちましたので、改めてマウスピースをつけてやるようにという、マーティン・デンキンさん、これはルールミーティングでもマウスピースを落としたらすぐマウスピースを入れ直すという、確認がされております。最後の連打、しかしタフです、挑戦者のイーキョンヨン、激しい打ち合い、どうやら挑戦者のイーキョンヨン、具志堅さん、スタミナの方はあまり心配なさそうですね、これはね。やっぱりスタミナもね、はい、やっぱり ありますよね、それと気力がね、気力ねすごいね、はい、だからチャンピオンはね、おっと今左が当たった、腰落としました、挑戦者のイーキョンヨン、本当これはもう気力の気力の勝負だ ね、 そうですね、また右が当たりました、チャンピオンのパンチが当たっています、この回チャンピオンいいですよ、いいですね、はい、左フック、右ストレートね、はい、いから右から左と、はい、非常に高座してますね。第10ラウンドが終了です。今日はダブル世界タイトルマッチということで、この大阪城ホール1万3560人のお客さんが入っています。フライ級では同門の上城秀明がタイのチャンピオン、そっとツタラダに7回終了 TKO で敗れております。ツタラダが6回目の防衛に成功しております。さあストロー級の世界タイトルマッチ11ラウンド、このラウンドとあと12ラウンドだけ、左は空振りチャンピオン、ボディから顔面、井岡言っておりました、自分では初防衛戦ということはあまり気にしない、これまでの試合と同じような気持ちで迎えていますと言っておりました、井岡弘樹。 WBC ストロー級1位にランクされている最強のストロー級の挑戦者、左側イーキョンヨン、ちょっと腰を落としたような感じもしました、挑戦者左です、チャンピオン左です、こういう左なんですよね、はい、必要なのは相手が打ってくる瞬間を捉えてね、カウンターの左ですね、はい、あ、左から右、具志堅さん、ああいう左を受けるとやっぱりなんかですね、はい、おー危ない、お今度はボディ、この接近戦になると打ち負けますね、そうですね、どうもやっぱりね相手に打たれるとね、どうしても一本になっちゃうんでね、はい、さっきのよかったね、ワンツースリー、スクね、はい、それ続けてほしいですね。第11ラウンドです、世界タイトルマッチ12回戦です、終盤に入っています。公開スパーリングを見たエディ・タウンゼントさんは、井岡の左フック左アッパーは当たるよと言っておりました。左から右、11ラウンドです、また左が出ました、チャンピオン、しかしなかなか衰えません、挑戦者のイーキョンヨンです。現在は首都警備司令部の憲兵さんです。8人兄弟、男3人女5人の8人兄弟の5番目のイーキョンヨン、21歳、あっと左をもらいました、ロープを背にしているのは挑戦者、
激しくボディを置きます。右当たりました。チャンピオンの右が当たったところで第11ラウンド終了です。WBC 世界ストロー級タイトルマッチ12回戦、いよいよ最終ラウンドに入ります。まあ、具志堅さん、この最後の1ラウンドが勝負というようなことも考えられますね。そうですね、最終ダウンがな、ダウンがなければ、ダウンされなければ大丈夫ですよ、はいはい、さあ最終ラウンドに入りました。最後まで気を抜かないわけですね、はい、あ、もう気を抜いたらダメですよね、パンチ一つで流れは変わっちゃいますからね、白井さんね。そうです、このウェイトですとね、はい、本当に最近打った方がいいですよ、もう後半ですからね、はい、もう離れたらすぐ手出すことですね、最終ラウンドに入っています。このラウンドしかありません。ジョーノさん、はい、チャンピオンコーナーです、津田会長によりますと11ラウンドまで2ポイントぐらい勝ってるんじゃないかと、なるほど、はい、とにかくこのラウンドも手を出していこうと、はい、こういうふうに声をかけますとね、井岡が入ってうなずいてリングに向かってきました、はい、チャンピオンコーナー赤木アナウンサーです。ジョーノさん、はい、挑戦者コーナーはね、もうこの3分で勝っていれば左右がいないと言ってます。激しい打ち合い、左を出すチャンピオン、はい、森本さんどうぞ。もう倒す以外にないと、井岡はそれにしても最後までよく足が動くなというふうに舌を巻いてますね、はい、挑戦者コーナー森本アナウンサーです。さあ誰か右当たりました。右当たった、ついにレフリーが止めました。この試合はルールミーティングでは何回1ラウンドにダウンしても戦う状態であれば何回でもダウンしてもいいんだということでしたが、しかしレフリーが止めました。いやー白井さん、最後のあの攻撃いかがですか。いやもうあの攻撃は圧巻でしたね。素晴らしい攻撃でね、はい、もう息もつかせないようなね、速攻で、本当に KO しましたね、はい、いやー素晴らしかったです。具志堅さん、最後の最後と言いますかね、やっぱりこのウェイトでですね、最終ラウンドでノックアウトするっていうのはやっぱり力ありますよ。やっぱり最後まで、我慢我慢でね、やっぱり気を抜かないでね、はい、やってきたと、素晴らしいですね。ああそうですね、日本叩き込みの世界チャンピオン井岡宏樹。